待ってたよ、アヤ。あんたは、よくも、姉貴を、あんたを倒して、あんたの心臓で、姉貴を生き返らせるんだ。お姉ちゃん、ここは私が。お姉ちゃん。サキ。わかった。なんだ、お前。人は、死んだら生き返らない。残された側は寂しくたって、乗り越えるしかないんだよ。お前には、お姉ちゃんがいていいな。お前は、少し前の私と同じ。お前の孤独は、私が一番理解してる。だから、私が。お前のお姉ちゃんも、殺してやろうか。お前に用はない。あの女を、あのクソ女をやらせろ。そんなことさせない。私がお前を止めてやる。悪くなかったのに、なんで姉貴を殺したんだ。姉貴は、ただ切り刻む。エヴァ様の言うことを聞いただけなのに。私たちを倒したら、そのエヴァはお姉さんを生き返らせてくれるとでも。やめなよ、あの。なんだ、ずっとそこに。いつまでもお姉さんと仲良くね。なに？あれ、サキは自分へのけじめを果たしたんだよ。けじめか。俺は父さんが入っていった壁と同じ。私たちを呼んでいるつもりなのかな。探す手間が省けたけど。ごめん、私ちょっと野暮用できちゃった。レイ、どうかした？行こう、お姉ちゃん。ちょっと、サキ。大丈夫、すぐ追いつくから。わかった。死ぬために生まれたゴミの分際で、人間らしい死に方しやがって。って言ってもしょうがないか。アヤのためにその体、使わせてもらうよ。なーに？もう来ちゃったの？早すぎるのは嫌いよ。